ございます。おはようございます。寒いですね、今日は。おはようございます。おお、初めて来た。はい、はい、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。本日はお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。SHIN で、シンです。よろしくお願いします。SHINDEK 進撃です。よろしくお願いします。これ昔イブがチョコレート大好きだったんで、はい、まあ、きっとみんなもチョコ好きかなっていう勝手な、じゃあもう一応決意を取りたい。ありがとうございます。ありがとうございます。イブはどこ？イブ、イブよろしくお願いします。よろしくお願いします。進撃の主催イベントリジットにて、お招きさせていただきましたアーティストさんをゲストにお迎えし、はい、いろいろお話を聞いていこうという企画でございます。はい、本日のゲストは、ででん、しんさんです。よろしくお願いします。お願いします。緊張するなぁ。すごい、今いい声。さんには2月の17日、はい、オーイーストにて行われますリジットに出演していただくんですけれども、はい、まあ、それに先駆けまして、はい、事前コラボという形で今回 YouTube 上にて、まあ、曲をコラボさせていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。光栄です。もう本当に楽しかったですし、前対バンさせていただいた時もちょっとお話しさせていただいたんですけど、女性に囲まれるっていうのはなかなかなんかこう不思議な感覚というか、はい、非常にありがとうございます。最初は9月4日の私たち主催のゴッドフェスというイベントにご出演していただいて、うん、その後武田さんのフェスでご出演させていただいて、これが3度目。そうなんです。結構だから一緒にやってるんですよね、はいはい、でそのためにこう曲作ってる形だと思って、もちろん存在はしてて、対バンさせてもらってもなかなかこうなかったじゃないですか、うん、で皆さんの武道会にあるからきっかけで、はい、イブが SNS で、うん、実は私に今曲を書いてて人生かけてると、なかなかあいつがそんなこと言うのって俺以外いないの、俺以外言うのから入って、若干のマウント俺には確かそう言ってたけど、あれ俺の次ができたのか、結婚しましたみたいなハガキが来られてどんな感じなのかなみたいな感じの若干のこう、なんていうんですか、嬉しさと若干のジェラスがあって、はい、でライブを拝見させていただいて、はい、なるほどなと。で本当にこう皆さんバンドユニットって感じでこうやってらっしゃって、あ、イブの夢だなって、やっぱ話してたんですよ、バンド時代に。俺はこんなことがやりたい、こんなフェスに出たいとか、こんな対バンがしたいってことを全部皆さんが叶えてたから、あ、僕らにできなかったことを皆さんを通して見てるんだなっていう。泣いてるよイブが。泣かないでください。イブが今しくしくあっちに泣いてるよ。いや、泣いてるよ。聞いたことあるよね、そんななんかちゃんと聞いたことなかったんで。まあ一緒に住んでたからね。あー、マジか。すごい、すごい、正義感が勝ちだし。ジェラシーもあるけど、でもなんかこうやって僕も嬉しくて、こうイブがね今こう魂をかけてるみんなと、その僕はまあ一緒にね魂をかけ合ってたバンドが解散して、だけどこうやってイブが作った楽曲っていうのを通して、僕は R で皆さんね生まれ変わってる自分になりたいっていう曲を通して、全くこう違う環境で育ったでこう僕ら味わえるっていうのは、これもなんか便利だなと思って、で、なんとね、僕ちょっと公にできないことでも助けてもらったりして、僕大切な人で、ね、彼が助けてくれたり、キンキンでもしたんで、俺に何かできないことないかって言ったら、よしんさん、YouTuber なんてちょっとなんか、みたいな。確かゴッドフェスの時も、はい、YouTube でおっしゃってくださってたじゃないですか。これはもう一課題、脱ぐしかねえなと思って、やるしかないなと思って、今回その、イブの誕生日じゃないですか、はい、2月16日、はい、だからもうこれはもう盛り上げたい、イブの誕生日、泣いてる泣いてます。
そこにいるんだけど、ね、今もうなんか涙そうか、RE って曲をカバーさせていただいて、はい、自分がラップパートやらせていただいて、はい、歌詞がちょっと一つ気になって、はい、I miss my ここはバターキス、ここはバターキスね、ここはバターキスって何なんだろうと思って、まあ、どんなキスなんでしょうね皆さんにちょっと刺激が強い話かもしれないですけど、僕といえば結構あったんですよ。どういうの？何があったの？ここはバターキスが、ここはバターキスがあった。あった。チョコが好きな。あ、そう。さっき差し入れの時にイブが好きだからチョコ、チョコレートみたいな。イブはね、とにかくゴディバは真っ赤くっすよ。差し入れのチョコ食べづらっ。全部私牛やってるから他の人に全部がね、まあ、今日またここはまたそうみんな見てないけど知ってるから今日も台湾の旅にしてる2月16日あ、そうそうそう期待してますボディは差し入れします MC で投げキスするまずはリモートでつなぎその辺もね、注目してください。結構僕、不思議だったんですよ。9月4日に初めて対話したじゃん。はいはい、その時に、その、イブが真正面にいるんだ。感じると思って。でも、その日から、なんかもうまた絆が生まれたんですよ。油とやら油とやら好き。すごいですね。皆さん、本当に見に来てください。来てください。お願いします。16日よろしくお願いします。終わりみたいな。あ、そうか、質問が、なんだっけ？もっと真面目な質問とか。真面目なとか言っちゃった。はい。なんかその、動画でカバーさせていただくのが初めて、初めて。え、嬉しいです。そのカバーする、他のアーティストの曲とかをカバーするときに心がけているのかってありますか？あ、でもやっぱその、原曲リスペクトってのはやっぱ、本当にやっぱ持つし、うん、いいなって思わないと僕もやらないので、歌うときに、その歌詞の意味とかそのバックボーンとか、うん、なんでこの曲こういう歌詞なんだろうなっていうのを言ってもちゃんと調べるようなとかは愛してたからねすごい調べてたんですよそういう意味で RE とかそういうえインタビューとかも読んだんですよああ嬉しい、ね、ここはまたキスだけ載ってなかったあっちゃんなんかそれほらちょっとね言えないでしょこうやって言うまでは特別にこちら大丈夫あっこういうの待ってたんだっけはい、もう大丈夫なんで忘れてた回ってないかと思う流させていただいて初公開です今回カバーしていただいた生まれ変わっても自分になりたいっていう曲についてももう一つエピソードがあるってことです行っちゃいますこの曲ですね皆さんがリリースされてるじゃないですか、はいはい、ビビットってバンドを僕やってたんですけど、はいデビューシングルになるかもしれなかった曲なんですよ。だからこの曲、僕が歌ってるデモがあるんですよ、実は。なんかそれをこう、久しぶりに僕も聴いて、なんか懐かしいなっていうのと、ビブラートかけすぎじゃね昔の自分に、でもなんかこう、あの時のフレッシュさを皆さんこう引き継いでくれてる。あれだから2011年だよね。10年前僕の歌も10年前を超えてるとは思えない、うん、ありがとうございますだからそのあれもイブあれもう一緒に住んではなかったから住んでて住んでた声取ったのは足立はそうそうで足立は僕らは本当にその、まあ、武道館に向けて皆さんもやられた武道館に向けてとにかくいい曲を作ろうっていうことで、うん寝る間を惜しんで一緒の部屋、一緒の部屋だったよね、足立さん。なんで俺らはこんなに一緒の部屋なんだっていうぐらい。まあ、ここはバターキスをしてたんですよ。ああ、そこだって部屋だよね。曲作るから、ここはバターキス。忙しいですね。忙しいですね。でも、こうやってお話聞けて、ご主人さんのキルさんへの思いとか、もうまた聞けて、より進撃の活動への熱が上がったっていうか。ああそうだからその皆さんとまたねこうやって、まあ、イブを通してですけど知り合いと対話もさせていただいてるんでまたねこうやって2月15日だけじゃなくてもいろいろご一緒させていただきたいですし、まあ、ご一緒させていただくために僕はここはまたキスができますし、はい、なので
できたらね、ちょっとまたね、ツアーもツアーもそしたらもうあの地方でもここはまた部屋はぜひ部屋また一緒にあ、でもそれで言うとその僕もあのいいですか、皆さん、はいはい、めちゃくちゃラップうまい。あれ、めちゃめちゃ帰りの、なんか遠征の帰りの車で、ちょっと初めてなんですけど、フルでこうラップ作ってみたいな。ああ、初作詞。初で作ってみた。すごいよかったです。めちゃめちゃいろんな思いを一応。だから、リリックも注目してほしいですよね。あのリリックの中に、ちゃんとね、入れてくれてるし、はい、いろいろ。ちょっと探すと、イズ、シン、リビット、アービーってのが入ってる。すごい。すごすぎる。で、手すごすごい。すごすぎますね。ありがとうございます。僕もあれやりたいんですけど、どうやってやったらいいんですか。ちょっとなんかコツを教えてください。私んですか。感覚としか言えない。そうだよね。やめよ。スーとかあるんだよね。スーきますね。だからね、なんかスーやつとはハケツがあってのは聞きました。はい、あ、スータイプ、スなんかスハークタイプとたまにスー使い分けるんですか。あの、ほんと初めて見た時に衝撃受けて、今すぐラインしてる。あの子すごくないっつって、めっちゃかっこよかった。ありがとうございます。でもずっと2月16日、はい、絶対に、まあ、恩返しの意味も込めて頑張ります。こちらもあの一生懸命やらせていただくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。楽しみです。